おはようございます皆さん。おったの山本と申します、えー。トップバッターということでちょっと緊張しておりますが、えー、頑張って勤めたいと思います、えー。今日はですね、僕たちが取り組んでおりますおったという見守りサービスについてですね、あのご紹介したいと思っております。えー、僕たちおったというのはですね、あの方言から取っていまして、まあ、西日本の方は使うんですけど、そこにおった。 言うんですね、まあ、どこにいるかが分かるっていうのがです、ねまあ、安心につながると思ってまして、まあ、それを形にした見守りサービスを作っております、えー、私たちがこのサービスを作ったきっかけなんですけどもご覧のようなです、ね、あのお子様を持つ親ですととても心配になる事件の報道がきっかけとなっておりますで実際にあの私があの当時住んでいた地区でもです、ね、誘拐事件がありましたで、まあ、当時4歳の娘を持つ のまあ、親としてはです、ね、とても心配になってです、ね、身近でこんな事件が起きるんだっていうのはです、ね、本当に衝撃だったんですね。 まあ、統計データとちょっと調べていきますと子どもの数は減少しているのに被害件数が増加しているということがです、ね、あの組み合わせていくと見えてきましたつまり子どもが犯罪に遭う確率がです、ね、少しずつなんですけども高まっているんですですのでやはり身近で起きているという感覚親御さんの感覚っていうのはです、ねまあ、合っているのかなというのが僕の感じたところになっていますでこれらの犯罪なんですけども多くはです、ね、放課後の時間帯下校中の路上で発生しています で放課後の時間帯のです、ね、見守り体制をいかに作って維持していくかそういったことが大事なんですけども、えー、皆さんの地域ではあのどういった見守り体制を作られてるかというと、まあ、自分の子どもの頃とか親子供がいるお親御さんですと。まあ おそらく皆さん PTA 等によるです、ね、立証活動っていうのがされていると思うんですけども見守りの担い手はです、ね、急激に減少しているんですね特に放課後の時間帯というところで考えますと共働き世帯の増加ですとか高齢化とか皆さん仕事が忙しいとか、まあ、そういったあの社会環境の変化によってです、ね、見守りの担い手が本当に減っているんですでつまりです、ね、見守りの需給ギャップが急激に拡大していますので、まあ、それを埋めるためのです、ね、生産性の向上を、まあ、あの私たち 中の新しい手立てというのが必要なのかなというふうに感じています。まあ、そこで作ったのがですね、私たちのみんなで見守るというコンセプトの見守りサービスになっています。 私たちの見守りサービスはです、ね、小型の見守り端末を持っていただきます現在3世代目まで作っているんですけども初代はちょっとです、ね、いろいろな課題があって今現在流通していないんですけども今、増え型と小型の折った S という見守り端末っていうのを使っていますでこの見守り端末からはですね、えー、Bluetooth の電波が出ていましてその電波をキャッチする仕組みとして専用の見守りルーターを設置した見守りのポイント と皆さんが持っているスマートフォンを活用することによって、えー、作る見守り人で,です、ね、見守っていきます。 で、まず私たちがですね。あのサービスを提供する対象の地域にあの通知が必要な場所にですね。固定の見守りポイントを作っていきます。で、これはあの全ての場所を抑えるというんではなくて、チェックポイントを作っていってまあ、そのチェックポイントの通過情報だけは確実に抑えるそういったあの思想で作っています。で加えてですね。あの皆さんに地域の方に協力していただきながらですね。あの見守り人を増やしていくんですけども、この動く見守りポイントとしてですね。あの皆さんの行動があの。 見守りに進化していく、まあ、そういった形であの皆さんの力で見守りの環境をどんどん進化させていくっていうのが私たちのサービスとなっていましてこれらの固定の見守りのポイントと動く見守りポイントを効率よく組み合わせていくことによってです、ね、あの持続可能性の高い見守りの環境っていうのをです、ね、提供していきますでこれらの見守り環境が整備されたエリアにおいてはです、ね、どこにいるかが分かる安心ですとかいつもと違う異変に気づきを早期に与える まあそういったことによってですね、まあ、最終的には安心して暮らして活動できる地域が作れると僕たちは考えています、えー、現在のサービスの提供の状況なんですけども、えーえー、3つの電力会社さんとですね提携しまして12の地域でサービスの展開をしてきました。 えー、ここ福岡ではです、ね、九州電力さんと提携していまして、まあ、あと東京では東京電力さん、えー、関西では関西電力さんとやっています、まあ、それぞれ何かお、えー、ったでとかですね高原になってるっていうのが特徴なんですけども、はい、で実際のサービスとしてはですね行政と密接に連携しながらサービスを展開していくというモデルを描いていますで私たちのですね、えー、理念としてはみんなに使ってほしいんですね、まあ、そのためにですねあの必要最低限の見守り機能を無料で 提供する役割として、まあ、行政の方がユニバーサルなサービスを提供しますとでその上で受益者負担の観点からより便利な見守り機能をです、ね、有料で提供していきます、まあ、ここは私たちの収益の柱となってくるんですけども、まあ、そういった形でサービスを展開していきます。 で実際の,あのサービスとしてです、ね、あの一番古くやっている大阪府の美濃市という地域、今、3年経ったんですけども、現在はです、ね、約80%のお子様が毎日端末を持って登下校していますで、加えてです、ね、非常に特筆すべきなのが、有料移行率なんですねあの今年の2018年度の新一年生の有料移行率は90%を超えていまして、これ、年々増加しているんですね。 あの本当に口コミでどん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 広がっているような状況でしてあの皆さんの生活のライフスタイルにです、ね、とても取り入れられているという状況なのかなというふうに感じていますでそれを実現しているのはなぜなのかっていうところなんですけども、えー、ユニバーサルサービスとして必要な要素を僕たちが提供しているからだと思っています、えー、無償で端末をまず配ってます、まあ、これによって、えー、皆さんが手軽にサービスを体験することができるで加えてですねあの日々の電池の、えー、充電が不要ですとか使い勝手を追求して ますので手軽に使えるということであの継続率が高いというところになると思います。 で加えてです、ね、私たちが一番大事にしているのがみんなで作るというところを考えていましてその中でもです、ね、地域の方の協力というのをかなりあのお願いしておりますで実際にあの店舗のやです、ね、街頭など地域のアセットをお持ちの方を活用していまして、まあ、これはです、ね、認知しやすいランドマークとなっている地域のお店をです、ね、安心の絆として具現化していく、まあ、これによってここがハブとなって、まあ、安心の見守りの力がアップしていくと僕たちは考えています。 で加えてです、ね、モビリティの活用っていうのをかなりやってるんですけども、これ、2年前のです、ね、このカタパルトに登壇させていただいて、出会ったジャパンタクシーさんとです、ね、共同開発して、現在です、ね、都内では約6000台のタクシーが常時見守りタクシーとして走っています、これがかなり効果がありまして、約1年間で30万回の見守りの実績をしています、で現在、福岡と大阪など、全国の7都市に拡大しています。であの 大阪府の美濃市で,です、ね、ゴミ収集車の活,躍活用などもしていましてこれによってですね、いろいろやっているんですけどもえ Bluetooth 機能を搭載しているスマートデバイスに私たちのアプリをインストールするだけでですね、あの見守りができるというのが非常に特徴となっておりますえそういった形でですね、私たち Bluetooth 搭載デバイスをどんどん活用していましてこれによってですね、えー いろんな企業や個人が持っている Bluetooth のデバイスに私たちの少しの工夫をしていくことによってながら見守りにより社会貢献をどんどん進化させていくこれによって絆を作っていってですねスマート見守りシティを実現していきたいというふうに私たちは考えておりますご清聴ありがとうございました